サインって何て書いてあるんですか？ A、直と北村をローマ字で書いてる。サインでか。サインどこやねん。サインを隅っこに書くのがあれが苦手で逆に目立ってない。だからサインを絵の中に入れる前提で A 自体も書いてます。一番目立つとこに。無名の路上書きだった頃に唯一の宣伝方法が自分の作品の中だったから読めるサインを書くこと。そのうち横長より四角の方が入れやすくなって直と北村ラだけね下に出すことで自分のサインの特徴にした。もっとサイン凝ってほしいです。読めないサインを書きたくないからこれが限界。サインは両手で書かないんやな。逆に時間かかるからやめた。全部サインで書いても違和感なし。どうだろう。一枚の絵の中にこんなにサイン書いたの初めて。直と北村な声打ち。